今年7月、足立区の住宅で生きていれば111歳の加藤聡明さんが新潟した遺体で見つかり、孫の時光被告が母親とともに聡明さんが生きているように装い、遺族年金およそ915万円を不正に受け取ったとして詐欺の罪に問われています。今日の判決で東京地裁は、犯行が発覚する直前に詐取した現金を、バイパスでねえの、あ、本当だ、捕まったんだ。これはなんだ、キウイか。オレギのもらいじゃん。水いっぱいあるっしょ。車を盗むために家に入った、車を運転したかったなどと供述している。いやいや、2時間も出ねえんだもん、食べたもんな。